ファイナルファンタジーシリーズファイナルファンタジー7クライシスコアファイナルファンタジー7クライシスコアファイナルファンタジー 7- は2007年9月13日にスクウェア・イニックスより発売されたプレイステーションポータブル専用アクション RPG キャッチコピーは男たちは己のーにより友のために涙を流したであるファイナルファンタジー7アドベント・チルドレン ビフォークライシスファイナルファンタジーセブン、ダージュオブケルベロスファイナルファンタジーセブンと同じ、ファイナルファンタジーセブンの外伝的作品、コンピレーションオブファイナルファンタジーセブンと総称される、ものの一つ。ザックスを主人公としたスピンオフ作品。時間軸は携帯アプリ、BCFF7 の前後から FF7 の直前までの出来事を描いている。 元々は携帯アプリの BCFF7 のリメイク作品か延長線上の作品を作るという小さなプロジェクトを想定していたが、ザックスを主人公とした CCFF7 の製作プロジェクトになった。全世界では約319万本という売り上げを達した。日本では二0 1年十二月末現在でレン版を含め約十五万本を販売し、 日本の PSP ソフトとしては、モンスターハンターシリーズに続く売り上げとなった。2009年12月に、同ファイナルファンタジーシリーズの、ディシニアファイナルファンタジーに抜かれているので、現在は、歴代6位である。PSP-2000 同梱版、グライシスコア、ファイナルファンタジー7、FF710th Anniversary Limited が77,777 77セット限定で発売され、 PSP-2000 単体より1週間早く発売。本体はシルバーとブラックを基調とし、キャラクターが刻印されたオリジナルのデザイン。また、ゲームプレイ中に登場するバスターソードをかたどったストラップも同梱された。2009年7月30日には連歌版アルティメットヒッツシリーズの一つとして再発売された。ダウンロード版の配信や別プラットフォームへの移植は、 行われていなかったため PSP 本体とゲームソフトがないとプレイができなかった。そのため CCFF7 のストーリーや登場人物を知ることが難しかったが2021年2月26日に CCFF7 含むコンピレーションシリーズが小立てで配信されるファイナルファンタジーセブンエバークライシスが発表された。ソルジャーの戦闘がテーマになっており コマンドを主体としたアクティブタイムバトルにアクション要素を加えたものになっている。コンピレーションオブファイナルファンタジー7を通しての登場人物の説明はファイナルファンタジー7の登場人物を参照。ありがとうございます。